さあ皆さん今日はねえー理想と現実論文過去問対策過去二十二年分のプロモーションビデオということで歴戦人講師宮口がお送りいたしますどうも皆さんどうもおはようございますこんにちはこんばんはねいよいよ出ました理想と現実ね。 弁理試験のの論文の過去問対策講座です、ねえー、結婚生活の理想と現実ではありませんのでね、えー、それはもう皆さんのほうがベテランでしょうから、ね、私は何も言うことはありません。えー、それではですねこの理想と現実論文・過去問対策講座特に何が売りかというとですねあの改正対応に伴い全面リニューアルということでですね リニューアルししました、ね、ちょっと快晴のイメージをつけるためにね黄色い蛍光ペンも使いますよほらどうですかはいそれであのー、ちょっとこの板書を見てほしいんですけどねええー、だこれはとええー、これなんでこの辺になんか黒いのがないかこれかなこれじゃねえな、まあいいわはいそれでえー、っと この版書は何を見知るかというとねえっ、ー、と平成10年からですねあのー、ええー、R1R1 ってあの R1 ヨーグルトじゃねえからね令和元年という意味です、ね、であのー、22年分あるわけですよ、ね、15だろ16171819221はいでこれね あの平成13年までは「特と「実」が分かれてましたから科目「特っていう科目と「実」特許法実用書法分かれてたんでねあと「条約」っていうのがあってでこれあの扱いますよってあの、ね、丸印があるところは扱ってますよとただ「一重丸」と「二重丸」どういう違いがあるかはい「二重丸」がついてるところこれ「授業で扱います」「講義あります」 あとあの理想の答案現実の答案があ,のあります、はい。現実答案で少なく書いてこうあの合格点を取る。ね。もうギリギリでもいいじゃん。ね。合格点取れればいいんだから。はい。いやそうは言ってもつってね理想郷を目指して理想の答案を書くんだ。ね。高得点がいいんだよっていう人は、まあ、理想の答案見てもいいけど俺はねあまり推奨しない理想の答案っていうのは。これはね あのー、理想の答案というのはねピンポイントであるテーマをこう狭く深く聞かれた時に対処できるように、まあ、一応用意してます、ね、だから、あのー、授業ではね扱う時もあるんだけどそこまでやってると時間がないんで基本的にはこの現実答案これを私は推奨したいうん十分受かるよ。ね。 ちょっとね、えー、なぜ現実答案がいいのかっていう理由をね、うん、私はもう無礼なく昔から現実答案、まあ、簡潔な、ね、最近の論文試験ってね長文化傾向にありますわで特に特実はねあの問題文が長い上設問数や聞かれてる論点も多いんですよで考える時間を減らしてはそうそうこれちょっと青で塗るね考える時間を減らすとね あの大白ミスやね積極ミスが生じやすくなりますがあの考える時間がね長かったとしても余計なことをね、まあ、逆に書か,書かなくなる書く暇がなくなるんで、まあ、最低限の合格とは、ねまあ、要するにもすそう潔さがね重要なんですよ。 でその極意をねあの伝授すべく、えー、端的な表現を駆使して仕上げた現実を通じて少なく書いて高得点を取る現実答案を、えー、通じて少なく書いて合格点を取る、えー、その、えー、取るためのコツをね掴んでください私はこの理想言を通じて言いたいのはそこです。ね 理,理想の答案はピンポイントで何か深く狭くね今年もほら聞かれたけどなんだっけ商標法50条のねその社会通念上同一とかあ商標的使用対応の有無が必要かあ商標的使用対応が必要かどうか、ね、取り消されない不使用取り消し審判で取り消されないようにするためには商標的使用対応で使用することは必要かそういうのはね まあだからまあそういうのを完璧に書くためにどうすればいいかっていう時にね見ればいいので、まあ、全体主義からするともう現実とわんでいいんですよ。ねはい、であとねもう一つここまで気合の入った論文学問講座ないです。ええまあ,あの大体45年ですわ。あとねまあなんか平成14年っていうのは一つの区切りだからこれ見ても分かるようにね。 ちょっとそれまでは何か旧試験便利試験という感じなのでまあ14年までっていうのはねあったりもしますけどまあさすがに10111213まで扱ってるのはまずないと思っていいです。ええ。あの条約もあるからね。だからこれ条約対策にもなってんだよ。ええ条約対策。ええ。はいそんな感じですわ。ね。だからこの,あの単に丸がついてるところはね。 これはあの現実案だけけしかつけませんもうそれで私は十分だと思ってますから、ええ、でしかもあの古き良き時代といいますかねそんなあの難しくないというか本当にこう現実的なレベルでいい問題なのであの、まあ、10年平成10年から16年までは現実答案だけの答案ねで17以降はあの理想の答案も一応つけてますから二重丸とそういうことです。 で、えー、この123456789101112131415いうのは授業の回数ね、えー、コマ数ですだから1回目は17年から始めます2回目18年みたいな割るそんな感じでやっていきますあれ先生17回じゃなかったでしたっけそうですでねあのー、これのねいいところはねまあ多分今の段階でその今の段階でね、まあ、私も さすがにですね令和元年の改正のね、えー、令和元年改正今手元にあるんだけどあこれです。で特にね衣装が凄まじいんですよ。衣装がもうねちょっと凄すぎるというかあ例えば関連書を見ていただきましょうか関連書ね。でまあ関連書って現行法四4項まであるんですがなんと。 えー、驚きの2倍増えます。えー、つまり8項までできます、えーえー。それでね、あのー、えー、っとですね、例えばですよ。えー、今までのちょっと4項がどんな規制だったかというとこういう規制です。本症にかかる認知症の関連症の遺症とろさんが時はこれらの関連症については9条1項2項の適用はない。はい。まあ関連症だからまあオレンジで塗とか。つまりね。 これあの本衣装と関連衣装は球状の適用がないというのは1項で書いてるんだよ。で関連衣装同士は球状の適用を受けないというのはこの4項だったんだけどなんと7項にい移転しますというかずれます。えー、で結構面倒くさいんだよこれ関連衣装の衣装を取るさんがった場合において当該衣装を取るさんが基礎衣装「なんだそれ」にかかる関連衣装を えー、にそれぞれ該当する2以上の衣装の出願であった時はこれらの衣装については9条1項2項のあ規定は適用しない「なんだ基礎衣装よく分かんねえ」みたいな。あーで定義を見ると関連当該関連衣装にかける最初に選択した1の衣装。あー まあだから一番偉い人ですよ。一、あの本、本衣なんて言ったらいいのかな。キング・オブ・キングステレつかみかけたじゃないですけどね。あの、まあ、チャンピオン。チャンピオンですよ、だから。うん。本衣の中のチャンピオン、王者。ね。ミス王者ではありません。ええ。あの、基礎衣装。といえば分かりますかね。まあ、要するにね、あの、ちょっと、授業みたいなこと言いますけど、 今まではあのー、あのあれ関連症というのはねまず本症があってこれ本症よそうするとあのひまわりの花びらのごとくですねあのー、まあこんな感じで必ずその本症と関連症が類似しないといけなかったわけですよこんな感じでえー、えー、ええええ 今度はです、ね、ああまあこれは今までと、うん、今までのまあ本位性と関連症の関係ですわところが今後はですねなんとですねなんとサンナゼールって感じなんですけど、えー、こういうですねまあほらいわゆる無限連鎖 OK って感じになるんですよ。無限連鎖、OK けっいう感じになるんです。これ。そうすると、キングオブキングス、デレっていうのが。これなんですよ。これが基礎衣装です。また。ほーら。ええー。ねえ。キングオブキングスでしょ、えー、今後。ちょっとわかった。うん、まあ、これちょっと授業、授業が趣旨じゃねえからね。まあ、このぐらいにしとくけど。それで。 それで何が言いたいかっちゅうとねはいじゃあちょっと皆さんお見せしようじゃねえか例えばですね例えばでてるるるるぐらいでやめときますはいでえー、っとねよしじゃあねあの平成21年の衣装法見てみようかああこれねなかなかいい問題なんですよねまあ、こんなこんな感じで色を塗っていくからねうん 俺の授業ねあだから蛍光ペン用意してね蛍光ペンねあのー、えー、っとですねまあ俺の授業普段から受けてればね何と音ないんだけど、あのー、受けた音ねえわーという人もいるからね、まあ、ちょっとちょっとだけこう色のルールってうのがあるから見せとくわね、普段から受けてる人はいいんだけどほら一応色の説明ねうんまあこんな感じで。 まあ一時停止して写メでも撮って売れればいいと思うんだよねあまあ大体、まあ、この7色あればねいいかな、うん、で俺もねあの皆さんからねこういた,だいた蛍光ペンとあるもんですから、まあ、例えばこれなんかベストだよねこれねうんこれなんかほらいいわこれ受講生からいただいたやつねほらあこれかんぴしじゃんかんぴしだよ 歴史上のの人物ですけどねねっていうのは、ねはい、まずピン,ピンキーね、うん、赤,赤レンジャー赤で牛乳でもいいんだけどでオレンジあ黄色緑青あ完璧これいやありがとうございますねこれあの受講生の方から頂い,いたやつなんですよこれね確かねあのどっかメイドインオーストリア製ですすごいですよオーストリア製の蛍光ペンですね はい、ありがとうございます。まあ別にあのオーストリア製を買わなくてもいいですけどねこうやってもう7色あれば完璧バッチリチリバツって感じですからは,ーいー、ね、はいよしねはい片付けたねでまあ色もこんな感じだよとそれでねこの平成21年の問題でねあのー、ちょっとねえー どこだっけなあまああんまり分かってなくていいんだけどここですかねちょっとあのこれあの守りの問ンなんだけどあ違う現実問案ねほら俺のね現実問案ってわかるやろほらもうこんだけですよほら全体像ちょっと見てください普通あのなんか模範単ってぎっしり書くじゃん俺そういうトーン嫌いなんですよほらもうスカスカうん まああのそれでねこの「意を本意症」「ロハを関連意象とするってあるけどもこれね理想の案だともうちょっと気合が入ってるんですよ。ね、でほら理想の単ほら俺のちょっと嫌いな左上から右上までぎっしり書いてるやろ、うん、でももしそこを気合入れて書くならばどげんすらいんだろうの参考なんだよ。 で出ましたほら「令和元年法改正に対応します」いいですかちょっとまあ見といてくださいええ、まあおなじみあの本衣装が洗顔であの関連衣装がねまあ後出しっていうのはええ、皆さんおなじみだと思うんですけどええ、でそのまあ露波がね関連衣装ですよ助さん拡散だと思ってください意が水戸黄門ねで水戸黄門の両隣に「 助さん,さんがいるだろう、ね、関連書って「助さん拡さん」なんだよ。えー、本書は見とこうもんですわ。ね、で「い」を本書とし「はい」の出ました「い」の出願日から10年経過日経過日前にこれはもう令和元年改正に対応してます。はいこれ恐るべしですよ皆さん。えー、っとねほらこれがもう嘘なしの、えー、証拠です。 はい、これ改正後の十条一行ねほら見てくれちょっとオランゲリオンどこ行ったはいほら当該本性のす眼ん日から10年を経過するまでに限りあの遺症登録を受けるコツができる関連性がちょっと主語は関連性についてはそうそうねえー、と関連遺症については すごいやろ今ではほらな何年本書の工法運び前やったやろ10年ですよええー、そうするとねあのあれ新規制の心配はないのかと、えー、その辺も皆さん気になるところやろ新規制失うじゃんだって本書がほら早々とね権利化されて二重、えー、条三甲工法も出るわけやからねその辺はねなんとはい 2項という規定があって3条1項1号2号に該当するに至った自己の遺装のうち全項の規定により衣装登録を受けようとする遺装の本性と、えー、同一類似のものは衣装、えー、登録を受けようとする遺装についての同条1項2項の適用についてはあ同条1項1号2号に該当するに至らなかったものとする。 いやーこれはですね恐るべきですねあのー、ええー、ちょっと待ってねここから黄色でいこうか、まあ、要するに三条一項二項の適用においてねそのまあなんか新規制早々の例外みたいな雰囲気がありますよねまあ別に新総連の手続きいらないんだけど要は拒絶されないよともう10年間はええー、ほーら三条一項一項二項に至って 遺書のうちええ全項の規定により遺書登録を受けようとするええ、本証とど同一っていうのがちょっと分からんなええど同一なんで同一なんだ本証と同一類似だろ普通そこちょっと謎やねこれね。 絶対類似のはずなんだよね。まあいいわ。衣装。えー、あ、しまった。衣装の本性。と同一類似。同一。ね。ちょっと、ちょっと塗り方失敗したんですけど。はい。まあ、あの改正法考査じゃねえんだから、これ。もうあっという間に、十十八分だね。はい。でもほら、こういう風にね。法改正。の勉強にもなってるわけです。このガイダンスを通じて。 ねえ皆さんまあ要は何が言いたいかというとほらちゃんとね十条一個今までは4項だったけど7項になっちょるよとほらバッチリチリバツやろほらもう一足先にねもうあの多分業界でもう真っ先に令和元年改正に対応してますわまず間違いないですえほ、え、かに対応してるのがあったら教えてくれああ であとね、他にも、他にもね、対応するぞっていうところをね、アピールしていきたいね。えい、ちょっと待ってくれよ。あれ、ちょっとね、散らかっててね、どこに何があるやら、ちょっとわからんね。これかな。あ、これやな。よし、じゃあちょっと待ってくれよ、皆さん。おー これは別に令和元年改正ではないんだけども、えー、平成17年衣装法の問題がございます。これアタッシュケースが出てくる問題なんだよ。ほらアタッシュケースとスーツケースが出てくる問題なんだよね。<laughs> うん、それであのー、ほら、あのー、これ部分衣装も登場するんだよ。ねえーっとね、部分衣装 それからね、えー、その部分衣装一部に含むだから全体称ね出ました部分と全体そうここです皆さんあ,あ取り付け部分の部分衣装とアスタッシュケースの全体称ねうんちょっとあ,あかんだないほら部分衣装と全体称今までどうやったあ,あ今までのお決まりの文句は衣装登録を受けようとする方法対象が異なるから球場の適用はないだったやろ ここがですねはい審査基準ない国覚えやすいでしょない国ね存在しない国みたいなイメージで審査基準ない国に新たな基準ですはい武用奇形打破ですええ武用奇形打破民民打破強強打破ではありませんよねあの武用奇形打破だけ覚えてくださいねでなんや先生武用奇形打破昔からあるやんけとええ 確かに昔からあるんだけどちょっとこれ変形バージョンでしてねまずあのー、取っ手部分って何のアタッシュケースのですだからアタッシュケース対アタッシュケースで同一ですはい物品同一ですで、えー、ここからちょっとね、あのー、大きく変わっていきます部分衣装って取っ手部分のことです取っ手部分とアタッシュケースを比較するんですよそうすると絶対に音機能はひるい字じゃないですか携帯もひるい字ですよ想像してください取っ手と アタッシュケースですよ、えー、ねえだからあとはもうほらイダハを検討するまでもなく両衣装はひ類いじゃりと急所の敵はないこうやってやらにゃいかんことになりますね今ではだからあの受けようとする方法が対象あ衣装登録を受けようとする方法対象は異なるからという理由付けこれがもう使えないです、えー、もしそうなってるのがあったらもうそれは古い ええええよろしいであとはですねまあ、ちょっとあのまあ事前にちょっと修正してほしい箇所を言っときますか皆さんにあの申し込んだ申し込んでからでもいいんだけど申し込む前にねあのうんちょっとねえー、っと 平成17年のあ特日の理想の答案でね、えー、私ねこうやって書いてるんですよあ国内優先権なんだけどあのえー、っとあれ優先本手段を取る場合優先期間あちょっと待ってねあ実際見た方がいいわ平成17年だよね 平成17年どこに行ったよあらあこれか平成17年はい要はねあのー、うんまあここだけね見せますから、うん、ここちょっと俺うかつやったなと思ったのはあ本手段を取る場合優先期間に注意せろよとまずはね1年内にやれよという意味新規事項を含んだ発明については これ訴求項って書いちゃったんですよね、これ訴求項って言わない方がいいね41兆に行くはね優先権の利益かあるいは優先権の効果優先権主張の効果がいいと思いますね、えー、っと訴求項ではなくー優先権主張の効果あるいは優先権の利益と書いた方がベターですねそこだけちょっと直しておいてください、えー、すいませんでしたうん あののの現実の答案の方はね大丈夫みたいなんですよあそうそう現実の答案はね国内優先権を書かないバージョンで書いてますから、うん、だから見てくださいすっきりしてますほらもうスカスカですええー、もう現実的でしょ特実性大体もう時間ないからねもう3ページあの普通3ページぐらいで終わりますよ4ページまでいかないですようんと衣装書理はね4ページいくけどねはい まあそんな感じでね、非常にあの、えー、もうやっぱり現場に即した指導でやっていきますんでね。はいであとはね、まあ、そうですね、注意点は、えーえー、っと2020年の7月31日まで聞けると、ちょっとこれ、こういうの重要だよね。えー でえー、っと最初の視聴開始日が7月25日もうすぐやね、うん、もうすぐっていうかこ,このビデオを聞いてるタイミングによるわね <laughs> 今俺がこの収録をしている時点から言うともうすぐですはいであとは、えー、これはまあ消費税消費税のねちょっとほら変わる可能性があるじゃんで消費税が8%だったらこの値段ですわなえー でもし、あのー、10%になるとちょっとね、すみませんね、値、ね、上がっちゃうんだけど、ああ、早い方がいいってことですね、弱ね。弱は間接にこれ早い方がいいぞと言っちょる感じがします。はい。で、あとですね、あのー、そう、今ね、えー、改正に言及しましたけど、これも変わるな、よく考えたら。ちょっとね、見てくれ、この改正によって回答が変わると。平成29年、衣装法。ええ 設問に問題二の設問に、これね問題一だったと思うよ。遺書法の問題一ですね。まあ、あのすいません、これは間違えです。問題一の設問二です。はい。遺、え、書、ー、法における画像の保護範囲について、遺書が物品にかかるものとそう規定されている観点から述べようという問題が出てますけど、これまでは 異常法項二二に着目すすればよかったです単純に。ええええ、しかし、はい、令和元年改正によってどう下になるかというと、なんと、この二条二項があの削除されるんですよ。ええ、その代わりに二条一項の中に画像の定義が含まれます。組み込まれます。ええ、つまりこれまではね。 つまりこれまでは物品に記録表示された画像でなければ画面デザインはね保護されなかったがこれまではえ今後はですね物品に記録表示されてない画像も保護されることになりますよ。ねまだからこの問いに対するとはもうガラッと変わるんですよ。どんなふうに変わるんでしょう そこはお楽しみです。はいということですね。うん。であと注意点。はい。この最後のね、改正対応会ってあるじゃない。ね。改正対応だよ。使用対応じゃないからね。改正対応です。はい。で、えー、改正対応会では、令和元年改正では、現時点で、あの法律がどう変わるかが分かっています。私もそれは、そのぐらいは分かってますが。 あの残念ながらですね改正の趣旨ないし理由付けはほとんど分かりません。改したがいそれが判明した時点で、まあ、例えばベストなのはね改正本とか出ればいいんですよね。で改正対応補正会にてね改正の趣旨ないし理由付けについて講義答案のアップデートが必要なものについて扱うよという。 そういういまあ別にもうその前からね改正ある程度私いじってますけどあのこういう理由付けとかがじあのまあ重要ポイントになっているような問題にはさすがに対処できないんであのそれはその最後の2回で対応するぞとこういうことです。あとは特に割引はありませんのでね、えー、幼稚これはもうみんな公平にね。 えー、ウェブののみになりますのでねウェブ講座 DVD がいっていう人もいるかもしれんけどウェブだけです。はい。えー、それから解約は基本的にできないのかな。はい。まあそんな感じですわ。皆さんある程度俺言い切ったかなうん。そうね。あそうね。あの初学者の人はねもういきなり聞いて俺の授業ね。 初学者の方、例えば今入門と併用してやってるような人もいきなり聞いていいです俺の講座。ところが学習経験ありの人はねまず自分でこう解いてみるチャレンジしてみるうん30分ぐらいまあ20分でもいいんだけどねその後俺の講義を聞くといいね。うん。初学者の方は後からこうね俺の解説講義を聞いて何日か後にやってみるというこういうふうにね その初学者の方と経験者の方ではちょっとあのそうねこの講座の利用方法が若干異なってくると思いますからね。はいまあでも今年の令和元年ね過去問やってると結構当たってたね。うん、あの平成23年の「特実1」の「設問2」とか「衣装法」の「えー 胃腸法の平成24年の問題1のあの素が変更とかねもうドンズバリですよね。またやっぱり問対策重要です、えー、であとまあ平成9年の条約の問題やってると PCT22 条とかもね出たと思いますけどねちょっと1年アップデートされたんで平成まあ10年以降ということになりますけどね。 まあ平成9年の条約は実はちょっと当たってるということです令和元年ね。はい、えー、ちょうど30分になりましたんで私の持ち時間ね、あのー、終わりになりますんで申し訳ないですけどね、あのー、ぜひ早めのうちにね、えー、取り組んでいただければなと思います。ということで、まあ、特にこの改正対応に伴い全面リニューアルというところがもう一番その早い過去問対策講座としてはね 取り組みがはいということで、えー、レック専任講師宮口がお送りしました、えー、理想と現実のプロモーションビデオそれでは皆さん今後はね実際の講義でお目にかかりたいと思いますそれでは皆さんその時までご敬よを